まあ、今回の問責決議に関しては、法的拘束力がないということで、でまあ、どちらかというと市長に対峙している会派から出されて、可決されたんですけども、その裏にはやはり市民がいるというのもあって、市議会議員はやはり市民の声を背負って当選していますので、そういう意味で、この問責決議案が可決されたことについて、受け止めていかがですか、評価は。TSS 的には今の市議会議員が市民の声を十分反映しているという評価をまずされていらっしゃるということですね、前提が。ある程度、ある程度いえ、そういう意味ではなくて、はい、ちゃんとした得票を得て議員になられているというのは間違いはないと思いますので、事実として、その後ろにはそういう市民の声もあるというのも、決してないわけではないと思いますので。その中で、まあ、多数決の中で賛成多数で可決されたということについてはどうでしょうか。質問の質問に関して大変恐縮なんですが、その実態を調べるのはメディアの仕事なんじゃないですかね。まず、ね、選挙に通ったからといって何をやってもいいわけじゃないですよね。ですよね。で、特にこういう事態が起きた場合は、ね、市民の声をね、拾い集めてみるのはメディアの方がやるんじゃないですか。世論調査なりなんなりでされますか、されましたか、される予定は。市民の声は聞いて、やはり無印良品に関しては非常に、いやそうではなくて、ご質問は議会が市民の声を聞けてるか代表してるかという問いだったじゃないですか。それは確認をしてみようというお考えはちなみにあったりされますか。検討します。検討しますか。じゃあ期待をしておきます。今熊高議員から提案があった通りです。不信任を可決すればいいじゃないですか。法的についてはいかがですか。問責は意味がないですよね。法的拘束力も何もなくて、あれパフォーマンスだったと思われてます。なるほど、いい評価をされますね。 TSS はあれはパフォーマンスだったんじゃないかと私に問われるんですけども、パフォーマンスなんじゃないでしょうか、はい、そのパフォーマンスはじゃあもう完全にスルーするという感じですか。パフォーマンスに受けて立つというのもなかなか難しい気はするんですけど、どうしたいんですか。私がなんかこう反省している雰囲気で市長室に座っている例でも取れますか。処方として先決処分であったりというところに不満の原点があるという意味では、開店の時期を遅らせてでもこう進めていこうというお考えは現時点ではこう終わりですか。その手法が取れると思われますか。私は無理だと思います。なぜならばやり方が気に入らなかったという点で反対してますね。臨時議会をもう一度開くとか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため窓を開けて5分間の換気をお願いします。臨時議会を開くと情勢が変わると考える根拠は私持ち合わせないですけど、もし何か私が気づいていないところであれば教えてください。そういう声が今日議会でも あったので。誰が言ってたんですか。臨時議会をの時間がなかったとは言えないということを山本におっしゃってましたけれども、それ昔の話ですね。これからの話はされてないです。誰一人してないはずです。これからこうしたら、ね、話を聞く、ないしはこうすれば通るんだ、その言及なかったんです。先ほどの私たちのインタビューに対しては、やはり市長の反省、市長の反省をまあ促して、まあ、やり方においてですね、向こうの言い分としては、はい、それでもう一度やってほしいっていう思いが垣間見えたんです。垣間見えた、はい、垣間見えたんです。どういう目を凝らしたら見えるんですかね。ちょっと私には今伝わってきてないですよ。まあ、市長にやめてほしければ不信任案を可決することもできたと思うんですね、はい、そういう中で。いや違いますよ。私にやめてほしいんじゃなくて、自らの信を問うのが先ですからね。当然順番は議会の解散が先に来ますよね、なぜそこから逃げるのか、そっちを問うてください。市長を辞めさせるのはその後の話です。順番はご存知ですね、はい、知っててそういうふうに聞かれるんですね、はい、順番が逆です。議会が市民の信を問うのが最初です。最後に無印良品については今後市長としてはどうしたいと思われていますか。どうしたい、市長としてはノーアイデアです。議会があの状態ですので手の打ちようがない、これが動かしがたい事実です。この熊高議員がこう提案された中で、やっぱりその 市長側と市公側とその議会側のまあ、いろいろ混迷が続いてて、市民が嫌いになっているという意見で出されてますよね。それに対してまあそのまあ議会、市長も議会に対していろいろ思いはあると思うんですが、そのご自身の手法であるとか、そういうところに対しての、例えばこう何ですか、
スピード感を持ってるというのはすごい分かるんですけど、その辺 のもうちょっとこう やり取りとかでちょっと少しこういうふうに変えてもいいかなとか、なんかもしその辺の、まあ、歩み寄りといったら変ですけれども、受けれるところは受けるとか、なんかそういう考えとかって何かあったでしょうか。まあ、これまではあまりご存じないのかもしれないですけども、これまでも適宜適切に対応してきていますし、法令遵守は変わりません。その上で議会の不備は再三指摘をしてきています。根拠を持って明確具体的にですね。それがまだ正されてない部分もありますが、そこを追及するのが最初じゃないですか。中国新聞さん、私に何を正せとおっしゃるのか未だによくわからないんですが、こちらは議会が正すべきポイント指摘してます。なぜそこを追及されないんですか。正すというかいうことではなくて、そのやっぱりその熊田が議員も市民が置き去りになっているという状況がやっぱ憂えられて、あれが出されていると思うんですけど、中国新聞が言う歩み寄りというのはどういう現象なんですかね。私はずっとそれがよくわからないんですけど、まあ、歩み寄りというか、その市側と議会側がまあこういうふうにいろいろこう振られてますよね。こうやり取りされている中で、それをまあ結局最終的には市民がこういろいろ示さる、なんですか、持ちつ持たれつみたいな関係に落ち着きなさいという、そういう条件ですか。そういうことではない。大丈夫ですか。そういうことではないですか。それは是々非で、それ議論しなければいけないと思うので、やってますよね。是々非で感染拡大防止のためのご協力ありがとうございました。人としてこうなんか思われるところとかっていうのは終わりはないですか。あの不信任、これの提出によって、可決によって議会が解散できます。そこで市民の議会に対する信が問えますよね。はい、それが必要だと思います。中央新聞に限らずですね、テレビもなんですが、そのなんか対立がいけないね、仲良くしなさいみたいなのを案に出されるじゃないですか。あれが非常に良くないですよ。何回も言いますが、二元代表制というのは元来対立する機構です、存在です。その上で対話があってこそ二元代表制が成り立っているんですよね。対話から逃げてるのはどこですか、どちらですか。明らかじゃないですか。なぜそこを糾弾しないのか。執行部には残念ながら糾弾する機能ないんですよ。本来誰の仕事かって言ったらメディアの仕事じゃないんですよ、といつも思って。